はい、おはようございます。おはようございます。ジメジメしますね。はい、今日は暑くならないんじゃないかなって10分前くらいまで思ってたんですけどねはい、暑いですね。はい、暑くなってきてますね、じわりじわり。はい、今日はまあ屋根に登る最後の作業になるかもしれないですね。はい、気合を入れて頑張っていきましょう。はい、はい、では今日も一日頑張るぞ。おう、thank you.
はい、雨降ってきちゃいましたね。なんとか屋根は完成かな。はい。はい。かなって感じですね。あと細かいところをね、手直ししながらですね。はい。まあちょっと一安心ですね。はい。屋根ができて一安心を祝して赤い食べ物を食べましょう。はい。はい。唐辛子が赤くなりました。じゃん。ちょっとキャサリンのはね、ちょっと未熟ですね、まだ。おどろおどろしい色してる。ちょっと、負傷したかのようなお色ですね。この間はね、青唐辛子って言って食べてみたけど、辛くなかったんですね。はい、青唐辛子？ああ、そうですね。そうです。はい、黄色い、とんでもない辛さのやつかと思った。はい、そうでもなかったですね、はい。オラちゃんの記憶は別の方に行ってましたね。はい、飛びましたね。どうでしょうね。皆さん、大変なんですよ。この記憶があちこち行くのは。まあ、いろいろね。はい。じゃあ、ちょっと、かじってみましょうか。はい。はい、じゃあ、せーのでいきますか。はい。せーので。あ、いい音してますね。うん。うん。うわぁ。辛っ！黄色い唐辛子の火じゃない。あ、痛い。とととととと。辛い！うん。なかなか話すのが大変な感じな辛さですね。屋根できた記念なんでね。まあ、そんな、パッと行きましょう。はい。ああ、ほら、通過してきましたよ。ここからビーって胃袋に。食堂が。あれ、すごい食べたもんね。食堂が。暑い。高山さん。涙が出てきました。うん。食べたらけすごいから。ちょっとモノマネでもしてくれたらいいんじゃない？せっかく。してくれたら、モノマネ。あ、でももう大丈夫になっちゃいました。本当ですか？うん、あ、でもそうでもない。胃に到達すると、大変なことになって、モノマネどころではございません。喉が痛い。あ、ちょっと。あ、めちゃくちゃ汗出てきた。助けてください。現場からは以上です、はい。辛いようです、これ。辛くなりましたね。はい。よかったです。はい。はい。それではまた、チャンネル登録、よろしくお願いします。これまずい。はい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。結局、雨やみませんね。はい。そういえば、前回、オラちゃんの面白い話。覚えてましたか？覚えてました。はい。ありました。しょうがないですね。もう、腹抱えて準備してますから。そんなに面白くないんですけど、実はですね、実は、旦那様がですね、変な夢を見たと。出てきましてですね、どうやら私と旦那様は理想結婚だったという夢を見たんだよと言われました。以上です。へーって言われたんで、まあ、そのちゃんと私が結婚してる本当の旦那さんと夢の中で会話をしたらしいです。あれに修羅場ですね。と笑顔で朝話されました。こんな面白い話ですが、いかがでしょうか。本当にありそうなんで。いやいや、そんなことはないです。ちょっと生々しいですね。ありえないから、ありえない。少しずつこう慣らしていこうと思ってんじゃないの、周りを。ないです、もう仲良しですからね。まあ、そんなありました。はい。
はい、ということで今日一旦屋根張り終わりました。はい、はい、次回からはですね、今度は北側と西側の壁ですね。はい、まだシートかぶったまま出来上がってません。そうです、はい、はい、南東の方から見ると、うん、ちょっとできてるかなって思うんですよね。裏から見るとなんかね、そうですね、はい、はい、なんで次からは、はい、壁行きます。はい、ということで、わー、次回も頑張るぞ。おー。